階段から落ちた。とにかく階段から落ちて血を流している。命が危ないって。もう助からないかもしれないって。死ぬかもしれないとははっきり言われました。声を発するとかもなく、ただみんなで手術が終わるのを待ってる。ご家族の方がいて、状態はかなりひどいって聞きました。で、手術が終わって、お医者さんが、一命は何とか取り留めたと、まあ、その本当一言だけで、どっと力が抜けたような感覚になって、本当よかったって。あと30分遅かったら、死んでたと。本当深刻な状態でしたね。